新吉寧は、中国の科学者、政治家、聖華大学学長、中華人民共和国環境保護部部長兼等、組織初期、中国環境科学学会副理事長、北京市代理市長などを歴任。1964年、両年省栄光市生まれ、原石は、吉林省紙幣市なし受験。1981年9月聖華大学土木、皇帝系。 卒業、1986年9月に、聖火大学環境工程研修士号を取得。英国ブルーネルユニバーシティロンドンにて、生物科学を学ぶ。その後、インペリアルカレッジロンドンにて、土木工学を学び、1993年に、博士号を取得。1994年12月、インペリアルカレッジ、ロンドンのリサーチアシスタントに就任。 1998年3月に帰国後は、聖火大学の環境工程系副主任。1999年7月に、主任に就任する。2006年2月に、聖火大学等以上位、副校長に就任。同年9月には、聖火大学学科建設弁公室主任を兼任する。2007年12月には、聖火大学常務副校長、秘書長に就任。 2010年1月には聖火大学研究生員委員長を兼務。2010年1月から2011年7月まで聖火大学新選研究生員委員長も兼務。2012年2月から聖火大学学長に就任する。2013年には全人代代表に選ばれる。その後2015年2月に修正、県環境保護省の公認に指名された。就任時において、 理活協内閣で最年少の閣僚である。2017年には北京市代理市長に就任。2018年1月30日からは正式に北京市市長に就任。同年2月の2018年平ョンチャンオリンピックの閉会式では2022年北京オリンピックを準備する北京市オリンピック組織委員会執行主席としてトーマスバッハ IOC 会長から五輪旗を引き継いだ。 2018年9月12日、来日し、小池百合子東京都知事と会談する。ありがとうございます。